はい、カレーですよね、ハピーです。毎度どうも。夏でも冬でも暑くても寒くてもカレーは食べたいですね。なのですが、特に冬場なんですけれど、体が寒くて縮こまってるでしょ。そういう時にスパイス入れたい。ところが年末忙しいです。こういうのが発見されました。これが一つ残ってたんですよ。あ、逆だ。デリーですね。はい。銀座上の六本木。おなじみのデリーのホットカシミールカレー。これがね、あったんですよ。なかなかね、忙しい年末、出られない時にこれは助かります。食べましょう。辛いんだよね、これね。辛いんだけどさ、うまいんだよね。今日はね、ビーフと玉ねぎ炒めを、入れてみました。具材にね、いただきます。うん。一発目から辛い。でもうまい。うわぁ。辛い。うまい。カシミールカレー、もともと辛いんですよ。そいつがね、ベリーホットになってます。喉に来るわ。風邪ひいてる人は食べちゃダメだよ。風邪ひいてる人、喉を来てなかったらば食べて、汗をかいて新陳代謝を高めるのもいいかもしれません。玉ねぎ炒め正解だね、これね。玉ねぎをね、たくさん炒めて入れたんです。これが甘くてね、いいんだわ。辛さの中にね、玉ねぎの甘みが嬉しいです。うん、バランス取れちゃったな。美味しいな、これ。辛いけど美味しい。うまいな、これ。ああ、胃の中からこう、ぐっとあったかくなってきますね。何かと忙しい年末、なかなか外に出られなかったりする時があります。そういう時にね、これ、こういうね、お家で食べられる本当に美味しいもの、ちょっと用意するといいですよね。気分も変わりますし、特にもうね、これ、すいません、唾がいっぱい出るんですよ、辛くて。このデリーのホットカシミール、これね、すっごく辛いので、辛いものがね、苦手な人はおすすめができないんですけど、ある程度辛いもの好きな人はね、こういうもので汗をかいて、新陳代謝をね、促進させて、体調管理というかね、体にね、エンジンに火をつける感じ、そういうのやってみるのもいいんじゃないかと思います。元気出ます。辛いもって元気出るよね。カレーですよね。ハッピーでした。バイバイ。辛すぎて半袖になってる僕がいるんですけど、辛いんだけどうまくて食べちゃうんだよね。で、それでも辛い、うわー辛いっていう時どうしようっていう時にね、こういう舌がよく回らないマンゴーチャツネですね。いわゆるマンゴーチャトニーなんですけれど、みんなが知ってるちょっとジャムみたいなのよりも、もっとなんか固形のものが入ってて、で、ただこれ単体で食べると、なんか甘いマンゴーをつけたそのジャムみたいで、その中にスパイスが入ってて変なのって思うかもしれないんですよ、最初食べた時。だけどね、これカレーに混ぜるとね、さすがにやっぱりね、インド製バランスがいいんですよ。カレーにぜひ混ぜて食べてください。これただ食べるだけじゃなくて、カレーに混ぜたりとか、ナンに乗せて他のものを巻いて食べたりとか、そういうことに適しております。舌が回らない、辛くて、おまけでした。バイバイ。辛い。